はい、格闘オタクニュース、ゾウの雑白です。今回は平達郎が日本の最高傑作堀口恭司を超える10の理由についてです。本日 UFC デビューを勝利で飾った平達郎選手です。相性的に苦手な相手でしたが、3ラウンド見事判定勝ちしました。その平達郎選手が日本の最高傑作堀口恭司選手を超える10の理由を紹介していきます。まず1つ目がフレームのデカさです。大体日本人はワンでもライジンでも外国人と対戦した場合、フレームの小ささが目立つのですが、平達郎選手はフライ級で身長170センチ、リーチがなんと 177.8センチ、約178センチと日本人離れしたフレームを持っています。フライ級の外国人と比べても劣っていないと言えるでしょう。得意なグラップリングでもフレームを生かし優位に進めることができます。青木選手もフレームの大きな選手ですが、身長180センチ、リーチ183センチで、フレームの大きさを生かして組技寝技で優位に立ち一本勝つスタイルです。しかも平達郎選手はグラップリングだけではなく打撃も長いリーチを生かして戦えるのです。2つ目の理由はリーチの長さです。フライ級で身長170センチ、リーチ178センチはかなり長い方と言えるでしょう。そしてオーソドックスに構え、ジャブを起点にインロー、アウトロー、そして右ストレートで仕留めるような綺麗な打撃を打ちます。いわゆるジャブを起点にするジャバー、井上直樹選手などがそうなんですが、ジャバーは今回のようなサウスポーに苦戦します。なぜなら相手の前手がこちらに来るのでジャブが防がれてしまうのです。逆に自分の右ストレートは入りやすいのです。相手の左ストレートも入りやすい構えとなります。そんな苦手なサウスポー相手にも平達郎選手は全く苦手なところを見せずに完封しました。ちなみに堀口選手は同じオーソドックスなのですが、同じくサウスポーのパトリックミックスに苦戦してしまいました。これは以前動画にしているのでそちらを見ていただきたいのですが、身長差、そしてサウスポーとオーソドックスという相性最悪なところがあり負けてしまいました。次に3つ目の理由です。実は平達郎選手はグラップラー寄りのオールラウンダーと思っていたのですが、打撃のスキルが思ったより高かったのでびっくりしました。1ラウンドもいきなりの右ストレートを当てていました。これは注目されると思うのですが、セオリーで言いますとサウスポー相手にはいきなりの右ストレートというのはセオリーであります。というのもジャブが前手同士で当たらないのですが、右ストレートは当たりやすいのでジャブを打たずにいきなり右ストレートを打つというセオリーがあります。今回はそのセオリーをちゃんと守っていたのですが、注目はその右ストレートの後のコンビネーションです。平達郎選手は右ストレートを打った後のコンビネーションで右のフックからの前足の左ハイを打ちました。これは実は高度なテクニックです。右のフックを打とうとすると相手の左ストレートをまっすぐの距離で当たってしまうリスクもあります。しかもその後に前足の左ハイを打っていましたが、これもなかなか打ちにくい攻撃です。それをコンビネーションで打てたことからかなり打撃のスキルが高いと言えます。この前足のハイというのは金太郎選手が得意とする攻撃で、いわゆる死角からハイキックが入ってくるので見えず KO できやすいのです。その KO できるハイキックまで持っているのが滝面太郎選手でした。しかも右ストレートはまっすぐの攻撃ですので、横からのフック、横からのハイというのは右ストレートを当てるために非常に有効なコンビネーションなのです。かなり打撃スキルが高いと言えるでしょう。いわゆるリーチが長くジャバーにもかかわらずサウスポーを苦にせず右フックからの左ハイを打てるというようなスキルの高さを持っているのです。また平達郎選手はこれで11勝0敗、プロアマ通じて無敗なのです。堀口選手はシュート時代に UFC に行く前に1敗してしまいました。これは上田選手に微妙な判定で負けてしまったのですが、 UFC に行くと無敗か無敗じゃないかというのはかなり差が出てきます。 UFC を見ている人たちはやはり無名の若手同士の戦いでも無敗対無敗や無敗対1敗などのどっちが強いんだというところに興味がいき、試合の求心度が変わってくるのです。平選手は22歳で11勝無敗というかなりいいレコードを持っているので、 UFC 側としても重宝していくでしょう。金の卵と言えるでしょう。しかも今回5つ目なのですが、運がいいなと思うのが22歳で無敗、しかもデビュー戦で3ラウンド圧倒したことによって記憶に植え付けられたと思います。また今回 TKO もできるようなぐらい圧倒していたのですが、僕的には TKO ではなく3ラウンドしっかりと外国人相手に戦えたのは価値が高いと思います。補足ですが、バック
ックを取ったりマウントを取ったりした時にパウンドアウトしてしまえばいいという声がよくありましたが、まずマウントを取った場合パウンドアウトしようと思っても案外マウントというのは不安定なポジションで相手にブリッジをされると返されやすいのです。またバックも盤石なポジションと思われますが、相手がベタッと寝てる状態であれば安定しているのですが、膝を曲げていたり少し角度で横になっていたりすると逆にトップを取り返されてしまうのです。平達郎選手も2ラウンド何度かトップを取り返されてましたように、あまり攻撃重視にしてしまうとトップを取り返されてしまうのです。ですので今回さすがオギチャンネルの弟弟子だけあって、安定したパウンド肘は打つもののあまりトップを取り返されずに攻め込むことができてました。話を戻すと、今回 TKO 勝ちしなかったことによって KK も詰めました。しかももし今回 TKO 勝ちしてしまえば無敗で22歳 TKO 勝ちすると次の相手を強い相手に当てられる可能性がありました。そうするとまだ経験が浅い平達郎選手は負ける可能性があるのですが、判定勝ちということで UFC 側も金の卵ですので徐々に強い相手を当てることになる可能性が高いと思われます。いわゆる育てていくマッチメイキングができるのです。これも平達郎選手には有利に働くでしょう。そして7番目なのですが、 UFC のアジア戦略があります。堀口選手は UFC でデミタリオーソ・ジョンソン以外には全て勝っていたのですが、あまり優遇されず来日に来ました。というのも UFC 自体はフライ級を廃止しようとしていたのです。少し歴史を話すと、 UFC は93年に団体が生まれあまりうまくいっていませんでした。そしてラスベガスの資産家ビジネスマンの手によって1億で買い取られました。そしてその資産家のラスベガスのホテル王がダナ・ホワイトと組んで大きくしようとしたのですが、なかなか大きくできず、最後の逆転一発を狙ってタフシリーズというリアリティショーをテレビで放映し、そこで人気が爆発しました。1億円で勝ったものなんですが、いわゆる金持ちの兄弟が大きくしていき、かなり大きくなって今度イグジットさせようと1億円で買ったものを今度は個人ではなく大企業に売ります。確か当時で4000億ぐらいで売ったのです。その売る際にフライ級というのは利益率が高くないので、フライ級を廃止してから売ろうという動きがあったのです。しかし結局はフライ級は売らずにそのまま残りました。そして4000億で買い取られ、今もどん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 規模が拡大している世界一の MMA 団体となっています。でここで風向きが変わったのが、 UFC としては欧米では人気がありますが、アジアでまだまだ成長の余地があります。そこで2019年に UFCPI 上海という UFC の施設を作りました。そこから UFC 側としてはアジアで経済規模を伸ばそうとしたのですが、コロナになってしまい中断されました。しかしようやくコロナも終焉が見えてきましたので、来月6月からロードトゥー UFC アジアが行われます。今後 UFC 側としてはアジアの市場をどん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 開拓していく予定です。今まではワンが育ててくれた畑をおそらく UFC が荒らしていくのでしょう。そうなった場合にやはりアジアの選手が活躍しないと人気が出ません。であればもうフライ級とバンタム級ぐらいしかアジアの選手は通用しないので、これからフライ級バンタム級のアジアの選手はどんどん契約し優遇されていくでしょう。その波に乗るのが僕は平達郎選手だと思います。というのも平達郎選手はいわゆる格闘家前としたファイターではなく、非常にアイドルチックな可愛い顔をしており、しかもファイターであのようなキノコ頭が似合うファイターはなかなかいません。 UFC でいうとパディ・ピンブレット選手や、他の格闘家でいうと南海キャンディーズのしずちゃんぐらいではないでしょうか。その3本の指に入るキノコヘアが似合うアイドル的な平達郎選手はアジアでの UFC のアイコンになる可能性が高いと思われます。特に女性人気を一気に引き受けるのではないでしょうか。また9番目なのですが、その平達郎選手のキャラクターも愛されると思います。日本人選手はやはりなかなか英語が喋れず、少し武士道なところもあり無口なのですが、平達郎選手はそうではなく自分で英語を喋ろうという意思も見せ、ちゃんと真面目な日本人らしくメモを取って英語を喋り、試合後の記者会見のインタビューでもチーズバーガー食べたいですかと言われた時にメニーメニーイートみたいな感じで、文法はめちゃくちゃですが頑張って英語を喋ろうとしていました。ここも気に入られるポイントだと思います。最後に10番目の理由としては、身近に過去最大の反面教師がいるのです。それはオギチャンネルです。オギチャンネルは平達郎選手の兄弟子ですが、 UFC 史上初の快挙をやってのけました。なんとタフシリーズでトーナメントで勝ち上がっていくのですが、今までタフシリーズの決勝戦残った相手
ては2人とも契約できていました。しかし小木チャンネルはあまりにも塩チャンネルということで決勝に残ったにもかかわらず契約できなかった唯一の一人なのです。この反面教師にして平達郎選手は試合にしてもそうですし、試合前試合後のインタビューにしてもそうですし、全てにおいて塩チャンネルにならないように行動していくのではないでしょうか。それが今回のメモだったり英語だったりファイトスタイルにも影響したかも分かりません。このようにファイトスタイルやフレーム、可愛さ、アジア戦略において平達郎選手は人気者になっていくと思います。このまま人気者になり日本に逆輸入され、国民的番組クイズダービーに出れるのではないでしょうか。以上となります。ご視聴ありがとうございました。よろしければコンビニダイエットご飯もご覧ください。それではさよなら。